一番上に人がもうずっと下を見てずっと見下ろしてる、もう書けないぐらいいると思います、ここは。はい、今新島に来ております。新島です。はやぶささん見てください、この海綺麗ね。これが我らの海ですよ。新島ブルーですか。もう海入っちゃいましょう今から。絶対嫌。なんで。私海大好きですけど。そうですよね。この辺は泳がないです。なんで。あっちの方で泳ぎます。あっちの方がいいんですか、はい、こっちはなんで嫌なんですか。だっていろんな引っ張る人がいるから。そうですよ、もう見えてんの。だからこの辺りで泳ぐと急に足がつった気がするとか、うん、なんか急に足を引っ張られた気がして溺れてしまったりっていうことがあると思います。もともとね、あのサーフィンとかの聖地でもあるので、うん、波は強いと思うんですけれども、それでもこの辺りはこの場所と、うん、あっちの奥ですね、はい、あの辺りはすごくね引っ張りたい人たちが多いので、私は泳ぎたくないです。本当にこれ全部合ってるんですよ。どういうこと。和田浜って言うんですけど、はい、こう和田浜というのは本当に海に入っちゃダメだよって言われてて、なんでかっていうと、やはり女の人に足を引きずり込まれてそのまま海に連れてかれちゃうっていう噂がずっと昔からあるんですね。でそれだけじゃなくて実際にそういった事件も起きてるんです。そうなんですね、はい、なのでこの和田浜では泳いじゃダメだよ、幽霊がいるよっていうのを某有名心霊番組でも特集してたぐらいの場所にもなっていて、でここちょっと崖崩れが起きてしまったので、はい、もうここから先は行けなくなってですね、フェンスがあるので。あ、道路はあるけれども通行止めなんですね。そうです。じゃあ人も来ないからいいですね。まあ、人来ない分多分向こうにうよいよずっと溜まってるのかもしれないですよね。なんかそのお化け村みたいになってますから。なってんのも行かない方がいいんじゃないですか。いやこれはでも立ち入り禁止なんでもちろん行かないんですが、はい、今日行くところはですね、ちょっとこちら歩いていただきたいんですけど、はい、あの僕の大学の後輩が初めて新島に来たんですよ、はいはいはい、もう結構前なんですが、うん、20年ほど前に大学の後輩が新島に来た時に一人で自転車で、はい、夕方この辺りこの海岸通りというところを走っていて、うん、すると一番奥にトンネルがあったって言うんですね。ほう。でそのトンネルの先に何があるんだろうと思って自転車で行こうとしたら真っ暗で、もう夕方だったんでこれちょっと行けないなと思って引き返して明日行こうって思った場所っていうのがトンネルなんてないんですよ。実際にあるのがちょっと皆さん見てください、こちらです。神様が鎮座している。へー、はい、ここ笠森稲荷というところなんですけども、はい、この場所に実際に大学の後輩はトンネルを見た、そして入っていこうとした、行こうとした。もしこれで入っていってしまったらどうなってたのかっていうのと、うん、この山っていうのが、宮塚山という山の方なんですが、昔から神隠しの伝説がある場所でもあるので、そのトンネルに入って、この次元を超えて違うところに行っちゃうんじゃないかという場所なんですね、はい。でまた違う博物館の職員さんに聞いたらですね、一番島の中で行っちゃいけない場所というのがこの笠森稲荷だった。なんでそこ紹介するんですか。いや怖い番組ですよね今日。そうですけど、だからですけど、ここ行くともう気持ち悪くなっちゃう、はあ、吐き気も催しちゃう、あの特に霊感とかもなくても、はい、っていう場所なのでちょっと行ってみてくれということだったので、今日はちょっとはやぶささんに見ていただきたくて、はい、来たのでちょっと近くまで行きましょう。いや行きたくないですよ。いや行きましょう。だってもういっぱいいるもん。いっぱいいるの。どこに。山崖自体が、はい、だからその神隠しと直接関係があるのかわからないんですけど、はい、なんか登って上に行きたくなっちゃうんですよ。あ、はやぶささん自身がってことですか。いや、登って上に行きたくなって行っている人の映像がいくつかあるんですよ、はい、だから私も行ったら楽しそうで登りたくなるから行きたくないっていうのと、はい、うわ何今のと、あと頂上でそれを見守ってる人たちがいっぱいいるんですよね。だからもともとは、はい、もしかするとすごく古い時代にここで例えば朝葬とかが行われていて、はい、上でそのみんなが見守ってる中運んでいたっていう映像なのか、うん、単純に何かに引っ張られて、うん、海だけじゃなくて山の方にも引っ張られてあちらに行くっていうことがあったのか、はい、どういう感じかはわからないんですけれども、とにかく多いですね。結構やっぱいるんですね。だから本当に心霊スポットのトンネルと同じ感じです、雰囲気は。あ、じゃあ本当にじゃあその僕の後輩がトンネルがあったって言ってたのも
嘘じゃない可能性ありますよね。そうですね、もうすでに頭痛いからもうこれ以上近づかなくていいかなとも思ったりします。これ以上じゃいけないですか。まあ行きますけどね。もうちょっとだけ行きましょう。ちょっとあのご挨拶も兼ねて、はい、ご挨拶も兼ねて、はい、と神様なのでね。でメインはこっちなんですけど、はい、まあ、こっちにもいつもその神様参りとして、はい、まあ、お参りすることも全部お稲荷さんってことですか。そうですね。であの主になるお稲荷さんはこの中にいらっしゃるんですけども、はい、またこれはお稲荷さんってもともとお家に一つとかあったりしたので、はい、もしかすると祭りきれなくなってとか、うん、その主がなくなってしまって、はい、こちらに置かれているっていうのもあるんですかね。ああ、そういう可能性もあるんですね。一つでいいですからね、祠とかって。そうですよね、うん、もしかしたらこれはお稲荷さんではない違う神様の可能性もありますね。ちょっと行きましょう。ちょっと私はあっちから お参りします。なんとなく順番的にお邪魔します。で僕前回一人でここ夜中来た時にこの中で定点検証してたんですけど、今のハヤブサさんの足音、この砂利の足音あるじゃないですか、その音が聞こえたんで外出たら誰もいなかったっていうのがあったんですね。ここに呼ばれた気はしたんですけど、はい、お稲荷さん自体は今ご不在ですね。お稲荷さんって たまに寂しくなると人を呼んだりするんですけど、うん、あのお参り来てとか遊びに来てみたいな感じ で、はい、で呼ばれてきた割には今いないっていう、で奥はその水子的な霊がすごく集まってるなっていう雰囲気がありますね。ちょ、この中、今これ中入ることできるんですけど、あ、こんな綺麗にされていて、失礼します。お邪魔します。多分メインのお稲荷さんはこちらかな、うん、思うんですね。ここはなんかすごく守ってくれそうですね。はい、結構神聖な感じが、うん、するので、何か困ったことがあったらここに入るといいかもしれないですね。そうなんですね。でもこの島って不思議なんですけど平行感覚なくなりますね。あ、フラフラしちゃいます、うん、坂道が多いっていうのもあるんですけれども、はい、で行きに船に乗ったっていうのもきっとあるんでしょうけど、はい、なんとなくなんか足がおぼつかなくなるというか、ふわふわしてしまう。それは何か理由があるんですかね。なんでしょうね。こんにちは。こんにちは。でこことその奥にも実はいるんです、ね、はい、邪魔してます。僕としては特に何か気持ち悪いとか悪いとかは感じないんですけど、うん、来る人によってはちょっとここが、まあ、パワーが強すぎるのか、うん、ちょっと気持ち悪くなってしまうとか体調崩してしまうという方がいらっしゃるという場所です、うん、私はむしろここはいい場所だなと思いますね、うん、なんか妖精とかそういう自然の神様が集まるようなそんな場所なんですけど、うん、ただいかんせんこの山地奥が嫌なんですよ。こっちじゃないですね。大元というかなんて言うでしょう、はい、だからなんとなくこちらに祠とかがあるので、はい、気持ち的に助かっているっていう感じですかね、うん、だからあえてここに神様がいるのかもしれないですよね。そこの上のものを下ろさないように、下ろさないっていうのはあるのかもしれないです ね、 ね、その結界のようなものを張っている可能性はありますよね、うん、ちょっとじゃあこのハヤブサさん的にはやっぱりこの上ですか。そうですね。じゃあちょっとこの上のスケッチを。もういろんな年代の人がいるんですよ。へえ、その男女比とかはどうなんですか。男の人の方が多いですね。男の人が多いな。あと年齢が高い方が多いですね。へえ。なんか村長さんじゃないですけど、はい、村の偉い人みたいな。はい。はい、見えちゃいました、はい。見えちゃいました。見せてください。じゃじゃーん。おお。
これをちょっと説明していただきたいんですけど、これは何ですか、まず。それはここのお稲荷さんの位置関係なんですけれども、これが全体的に岩山といいますか、はい、山なんですが、はい、一番上に人がもうずっと下を見て、うん、なんて言うんでしょうね、なんか気質的にはおつぼね様みたいな、ちょっと意地悪な、もうじゃあいろんな意味で上から目線の人たちが、そうなんです。で、まあ、年齢も高いですし、はい、その地位も高かったであろう人たちがずっと見下ろしてる、うん、はい、それが何人もいるし、その年代もバラバラっていう、はい、でそれがこれですね、そのたくさんの人たちがいるっていう感じですね、はい、結構いますね、もう書けないぐらいいると思います、ここは。でさっき言ってたのはこの辺りを人が登っていくような映像がいくつかはあるんですけれども、はい、この辺りですね、はい、はい、もしかするとこの辺から上に向かうルートがあったのかな、はい、ちょうどこの祠の後ろぐらいから、あの大きい岩山に向かって歩いていく人っていうのがいくつかありますね、はい、さっきからお話しされると、はい、パン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 言うんですけど、取れてるんですかね、聞こえてますよ、早草さん、この手叩くみたいな、そう、柏手みたいな、何の音ですか、いや、これここ何も施設もないですし道もないので、はい、人がいることは絶対ないんですけど、はあ、で私ほら新島に来たのが初めてなので、あ、そかそか、ここに何があるかって、ね、そう、さっきも何の音かなって思ったら船の音とか、あ、そう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 、ありますね、本当にある音とない音の区別が今ついてないですね、でも今のこのパンみたいな音、はい、音はここは絶対しないはずです、しないところ、はい、そしてあのちょうどあの辺りフェンスが囲ってある真下ぐらいですかね、はい、結構大きな男の人なんですけれども、はい、ちょっとちょんまげみたいに結んでて、はい、あの何でしょうね、お侍さんの頭ではないんですよ、はい、普通にちょっと今時のロン毛の人が髪結んでますみたいな感じの結び方をして、はい、うん、顔的にはまあ鳥顔というかちょっと天狗っぽい感じの、鼻が高くて目が細くてっていうような顔をした人が最後の弁慶のシーンあるじゃないですか、はい、あの矢にいっぱい打たれてそれでも、うん、何でしょうね、あの殿様を守りますみたいな、はい、ね、そんな格好をして海をずっと見てるんですよ、私たちではなくて海の先を見てるんですよ、こっちを見てる、だから来るなっていう感じのイメージはすごくするんですよね、じゃあその人が守ってるような感じかもしれないですね、うん、とにかく入るな来るな、まあ、もしくは邪魔をするななのか、はい、その何を言わんとしてるかわからないんですけれども、うん、本当に無表情で海の方に向かって、はい、手を広げているっていう状態ですね、確かにこっちのその山というのは、はい、結構山の神が存在するとも言われている場所なので、うん、もしかしたらその山の神なのかその門番とかなのかそういったものが守っていて、うん、で、ね、あの悪いものとかが降りてこないようにここに祠がこういうふうに鎮座している可能性もあるという場所ですよね、うん、あとは土地によっては山の神様がいるとか立ち入り禁止だよって言われてるところは昔そういう町村の文化があったので、はい、荒らすなよっていう意味で伝わっている場所もありますね、うん、そっか、うん、でも何にせよこんなにいっぱいいるとは思わなかったです、多いですよ、そうなんですね、うん、でこれ結構この島の中でも今見てきた中では多い場所ですね、そうですね、はい、でも確かにその島の方がここに来るとちょっと怖いと か気持ち悪くなるっていうのも、うん、多分パワーが強いとかだと思うので納得でしたね、うん、いやこれでちょっと何か一つ解決した気がします、自分の中で腑に落ちたものがあるので、はい、いやこの、ね、山はきっと何かに守られている、まあ、霊山とまでは言わないですけど、でも近いんじゃないでしょうか ね、 ねえ、私が今登りたいなっていう話を、はい、山に対してしてるんですけど、はい、危ないよ危ないよって、うん、やめていいよっていう感じですね、の返事が返ってきます、でも来るなとは言わないですね、そうですね、なんか優しい神様なのかなって、その山自体は、うん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 、毎回島に来るたびにちょっとここにも挨拶に毎回来ようかな、ただちょっと離れてやった方がいいかもしれないです、あの
はい、その山自体が言うのは、はい、まだ崩れるよっていうのを言ってるので、だから危ないよっていう話だったと思うんですよね、はいはいはい、その崩れるのがいつかとか、うん、どの程度でっていうのは私には分からないんですけど、はい、まだちょっと崩れるから危ないよっていうのを言ってるので、うん、もし来られる方がいたら、うん、万が一があってもいいようにちょっと遠くからとか眺める方がいいかななんて思います、はい、そうですね、はい、だからその落石の恐れがあるっていうのをちょっと念頭に入れてここに来ていく方がいいかなと思います、はい、いやありがとうございます。次行ってみよう。デイトナインターナショナルの YouTube ではあなたのオカルト情報を募集しています。取材に行ってほしい心霊スポット、また心霊写真、 UFO、 宇宙人に関する情報など下の概要欄のメールアドレスまで送ってください。よろしくお願いします。